さあ始まりました、おねだり上田のオンユアマン。この所属のジョビー上田です。そして、杉山建設株式会社おねだり高です。なんかちょうだい。はい、ありがとうございます、はい、この YouTube は今活動している表現者の方々をピックアップして、こうどういった活動しているのか、今後どういうふうなことをやっていこうと思っているのかというふうなことをこう詳細にお伺いしていこうというふうな番組になっております。はい、はい、今回ゲストの方はジンタクさんです。おめでとうございます。高いっすね。ちょっとね、はい、出来上がってませんもんそう、なんかこれなんですよ、横浜ビーム。あ、もうすでにやられてるんですね。ね、あの、いただいております。今日は本当に恐縮でございます。本当にね、ただの酔っ払いが参加させていただくっていうね、素敵な。そんな風に見えてますよ。何も紹介させてもらってないから、まだ何の人かまだわからない。だからそのあたりもこの後聞くんですよね。はいはい、仁拓さんって、そもそもこのチャンネルってなんかこう、あの、出演されたいってあったんですか？初めてですか、こっちの。こういうの出るのは初めて。あ、でもファーチャンネルレコーズの、あの、 YouTube チャンネルいろいろやってるじゃないですか。はい、あれでやってた。あの、そうそう、乗っ取り会議室か。あ、乗っ取り会議室っていうので、本来あの、ファーちゃん森さんと、はい、あとゴールドエナジーの、あの、パンダがやる、あ、パンダがやるパンダ番組をなんか空きで乗っ取るみたいなのをなんかちょっとだけ1回2回3回ぐらいちょっとやらせていただいたようなことはあったような気がします。あ、じゃあ初登場っていう感じではないっていうことですか？ではないですけどって感じですね。ですけど、もう初登場に近いです。はい、初登場で行きましょう、もう。はい、ありがとうございます。まあ、これからとのこの説明って僕やるんですか？僕でいいですかね。じゃあ、それでは、5秒質問チャレンジをさせていただきたいと思います。最初にいろいろ聞いて、こう後で詳細に掘っていこう。ただの質問だったら5秒みたいな、そう、5秒制限時間付きみたいな。そうです、そうそうそう。なんか5秒質問チャレンジって見たことありますか？そう、 YouTube とかであるの。いや、あんまり見たことない。5秒以内に答え。そういうことです。アイドルの子たちとかがやってるやつなんですけど、それを、まあ、おじさんにやってもらおうっていう。絵的に大丈夫ですか？絵的に大丈夫ですか？誰もピチピチしてない。ビール飲んでる。5秒以内に質問答えますみたいな。何だろうみたいな。誰が見てくれる。あ、斬新ですよね。見てみね。今日テンション高いですか？高いな。高いな。そうです、僕ら実は一回お会いしてるんですよ。そうなんですよ、はい、今日はあの時はなんかあのラジオ番組で僕、はい、あのこうホスト側な感じで、はい、もうガチガチだったんですよ。そう、お邪魔して今日逆だからこれね、大物のね、大物じゃない、大御所のお二人にガチガチだったけど、今日はもう、あ、気が楽だって思ったよ、ちょっと持っちゃってますからね、もうなんかね、大物だったら前回エロ漫画5分も語ったりしないやと5秒以内に答えてもらう。答える、はい、はい、で、質問もその秒数に含まれちゃうんで、用意スタートで1、2、3、4、5の間にも答えて、5経ったら次の質問が来るっていう。5秒以内に答えきれなかったらもう次の質問に行っちゃうんで。ああ、分かりました、はい、頑張ります。って感じです。それではいきましょうか、はい、お願いします。5秒チャレンジスタートです。何の仕事をしてますか？MC 司会など。はい、ありがとうございます、はい、仕事の生きがいは？反応ニックネームは？人宅なんですけどリーダーって呼ばれます。リーダー。趣味は？ジョギングとか。おー、いいですね、はい、チャームポイントを教えてください。酔っ払った時の笑顔今だ最近嬉しかったことは？
出てきた。逆に最近起こったことは、つまみを路上に落とした。うわ、尊敬してる人は、親。ああ、いいですね。何か秘密を教えてください。嫌です。なるほど。今後の目標は、減量。ああ、減量、はい、なるほど。よし、大丈夫。ああ、以上です。ありがとうございます。大体クリアですか？大体クリアですか？なんかこう、僕はやっぱ一番こうおっと思った瞬間があって、はい、あの最近一番怒ったことはって言って、つまみを床に落としたことって言った後に尊敬してるの親って。ありがとうございます。何が秘密でしょ。尊敬系はなんかいろいろあるじゃないですか。まあそうですね、あれって一番正解親ですよ。まあそうです。だからちょっとそこはちょっと、まあ、ちゃんとなっちゃいましたけど、質問の流れが親も泣いてるような感じになっちゃう。でも本当悔しいですよね。そうですよね。そう、それが、その何を落としたんですか？路上にそのちょっと秘密は嫌ですって言いましたけど、まあ、秘密にちょっと入るかもしれないですけど、はい、僕結構歩きながら酒飲んだりとか、あ、はいはいはい、帰り道とか、でつまみとか買うじゃないですか、はい、それがこう最後の一切れがポトった瞬間とか、あ、それ最近あったんですよ。絶対クシモン食ってたじゃないですか。それポトった時、みたいな。あんまり僕怒んないんですけど、はい、だからそれからそれって何に対して怒るんですか？自分？結構じゃないですか、多分。まあ、なんでそこ落とすんだよっていう。まあ確かに。ぐらいかな。まあ、あんまり怒んないですよ。怒るっていうのもね、なかなかないですよね。まあ、ね、まあ、じゃあ、一つ一つちょっとピックアップしていきたいと思うんですけども、まず何の仕事っていうふうな質問、はい、MC っていうふうにお答えされますか？そうですね。これもどういった MC になるんですか？なんか、もともと僕バンドをやっておりまして、はいはいはい、その関係からこういうなんか機会をいただくのが増えたんですけど、はい、イベントライブイベントとかでこうなんか転換中にこうバンド そのアーティストの方を紹介したりとか、あ、なるほど、その、ちょっとまあ上がるようになんかちょっと喋ったりとか、はい、っていうのを主に始、まあ、バンドやめた時には始めて、うん、それからなんかいろいろなんかまあいろんなイベントの MC 司会で、うんうん、呼んでいただくことがありまして、まあ、やらせていただいた流れで、はい、なんかラジオとかでもちょっと、はい、そう、やっぱ声が、ね、はい、声いいっすね、渋いから。ありがとうございます。最近嬉しかったことだ。あ、いや、そうです、入りました。嬉しかったこと、空白になってますから、ここで褒められた。嬉しかったこと、褒められた。そう、まあ、さっき このビールが出てきたって言いたかった、ね、ビールが。そうですね、なんか言ってないですけど、これ今お昼の12時前なんです。そうなんですね。そう昼ご飯も食う時間ではないっていう。もう来たみたいな、もうそろそろなくなっちゃう。ちなみに僕らあれですからね、これ今回っていうか、まあ、次回からになるんですけど、公開収録にしたいなと思って、はい、来た公開収録、まあ、一人も入ってもらえない可能性もあるんですけど、まあそれは、ね、可能性高いですね。でもなんか、はい、こうでもあれ、お越しいただくと、はい、なんとこの横浜地ビールとかも昼から飲めちゃったりするような。おお、マジっすか。販売中ってことですよね。おお、それはいい。なんだったら最初の方だったらなんか僕とかプレゼントしてもいいですけどね。プレゼント本当ですか？なんか、そんななんですか？もし来てくれた人がいるんだったりとかしたら、なんかそういう風な感じの多少ですけど、カイロ、そんなカイロ、カイロ、今いたかったから、カイロのところにカイロっていう、カイロでもいいし、ご来場者プレゼント、なんかあってもいいかなと思いますけどね、もしなんかやったら、もしやるとしたら、もしやるとしたら、なんかちょっとそうですね、いいですね、だから仕事の生きがいとしてはやっぱ反応ってことなんで、こう現地にいるお客さんの反応とかね、やっぱりまあちょっと真面目な話になってあんま面白くないかもしれないですけど、いやいや、そういうことなんですよ。やっぱりその喋った時にこうまあ自分が挟まることによって多少反応が良くなると、うん、まあ大体基本的にはやっぱりアーティストさんとかその演者さんの力でやっぱり、はい、盛り上がるんですけど、はい、そこにちょっと自分が入ってさらにちょっとそこが増幅したりした感じがあるなって感じるとやっぱちょっとなんか反応的に、うん、あふうとかですよ。そう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 
嘘だと思ってた。全然俺なんかライブとかあんまり行かないんで、その分かんないですけど、どういう感情なんですかこれやるときって。なんかこうテンス、こっちのテンションが上がってるときじゃない？なんかこうマッチしたときとか特に。で、あとはみんながやってるから。日本人が。まあまあそうっすね。みんながやってフーってやる場合もあるし。周り見て。周り見てやる場合もある。フーフーフーってわーってなったら壮観ですよね。ああまあ確かに。背が壮観ですからやっぱり。でも僕らの公開収録でもそうなる可能性があると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。多いね。二人。ありがたい。これがね、10倍。そうですね。100倍とかなったらもう。確かにすごいな。なると思うんですよね。ああ、そっか。なんか そういうところがやっぱり、まあ、楽しいかな。そうだから、まあ、そういう反応っていうか、その間に MC をやられて、そのお客さんを盛り上げるっていう方がニックネームリーダーってなってくると、あの渡辺正行と同じ肩書きにあるんですよ、ね、まあ、いや人宅で呼んでくれてる人も、まあ、多いんですけど、はい、前バンドやった時に、はい、バンドのリーダーだったっていう経緯があって、あだからあのばあちゃん あの代表 あの、はい、もう一年もあのリーダーリーダーって言うから、だからなんか、リーダー誰みたいな感じにたまになって、リーダーって誰みたいな感じになってる時はありますよね。あります、あります。よくある。よくあります。僕もその時は待たせたなっていう。何のリーダーだ何のリーダーだやるしかないですよ。まあ、そうですね。だから、そういう人が多いみたいな。すごいですね。だからこう MC 業みたいなのって言ったら、僕らもちょっとこうお笑いやってたから憧れはあるじゃん。憧れあるね、やっぱね。こうだからそこで盛り上げれるのってやっぱ難しいですもんね。なんかこれ絶対面白いなんて思ったものが全然受けなかったりとか、はい、なんかあんま盛り上がらなかったりすることが結構あるじゃないですか。めちゃめちゃ。しくったーみたいな、なんか。あのボインのいやいや。盛り上がると思ったんですよ。わかるって言ってくれると思ってたんで、全員が。そういうのがあるからな。やっぱ難しいですよね、その辺り。そうですよね。場所によっても違うし。まあ失敗もあるから、やっぱり成功した時がいいと、やっぱちょっとそこが嬉しいですね。ああ、確かに。なるほど。じゃあまあ趣味はっていうことで、ジョギング。うん。時豊さんとシナジーあるんじゃないですか。ああ、もう全然、もうめちゃくちゃ走るんで、僕は。でもだってこと。短距離そんなもう、そう。それはちょっともう、もうランクが。いや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 、全然もう。だって、100メーター。10秒台で走るっていう。そうなんですか。知らなかったの。いやいや、めちゃめちゃ速いのは知ってるんですよ。いやって、100メートル10秒台。でもそうですよね。だから人宅さんは何の仕事って聞かれて MC って答えられますけど、豊さんの場合は走る男です。俺だけ走る男ではないよ。いいっすよ。まあいや、もう短距離ですからね。けどやっぱけどファンランとかも好きですよ。こういう楽しく走るっていう、喋りながらとか。ファンランっていうの？ファンランって言ったらやったんですか。なんかこう楽しく走るっていうか、こうスピード出さずにこうじっくり走っていくみたいな、皇居ランみたいなとかも結構ね、走って、走りながら。そうですね。だからランニングとは言えないんですよ。僕そんな結構スピード出しては走んないから。そうですね。目標の多分減量につながっていく。そう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 ですね。ジョギングは結構太りますけど、いや、ガリガリ太ってるんですよ実は。え？こう見えてガリガリ。なんだろう、まあちょっと面白くないかもしれないですよね、これもね。でもあのこう今年入って本当太ってて、あのちょっと下げないとっていう。だからジョギングの速度がどん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 落ちていくんですよ。体が重くなると。なるほど。速度出すと足痛くなっちゃうからみたいな、そういうレベルで。そうなんですよ。いやもう本当に今もう俺もここもめっちゃ痛いもん今。もう怪我がやばくて、もうずっと痛いんですよ。走れないですね。走れない。もうここら辺とかも今回路だらけなんですよ。じゃあ豊さんはあの走れない男です。走れない男です。走れない男。今は走れない。そうなんですよ。だから時計ガーミンですもんね。そうなんですよね。なんかそのジョギング系のってとか、あのルート見れたりとか、いろいろこの距離とかもあのアプリと連動して、あの例えばこう調べることができたりとか、スピードが分かったりとか。あ、今そんなのあるんだ。今すごい。一回ちょっとけど見せてあげてもらっていいですか、どんな感じか。なんかけど
結構ガーミン使ってる人多いっすよね今。ガーミンはすごい、走るみたいな。なるほど。そうそうそう、スマートウォッチだ、もう完全に。そうっすね、スマートウォッチ系で今けど、スマートウォッチとかその、アップルウォッチか、うん、とかでもなんか走る人多いっすよね、AI とかで走る人、あと心拍数測れたりみたいな、はいはい、タイムもそうやし、はい、倒れたりとかしたらアップルウォッチとかやったらね、今なんか心拍数止まったらピーピーってなったりとか、今すごいよ、すごい時代ですよね、すごいっすね、すごい、すごい、あれだけでだって電車乗れたりとかお会計できたりとか、こうやってるとか、もう今時代だなと思いましたよね。確かに確かに本当にすごい時代に。そっか、昔走るとき、走るときって何持ってるんですか、そのこれがなかったとき。なかったら走るとき何持ち歩いてるの？スマホって、スマホぐらいはもう、スマホで、スマホで曲切れた時とかはイヤホン通してこうやって耳にやってブンブンブンって振って、なんかの弾みでピーンってやったらピョーンってなったありますよね。わかる、わかる、確かにイヤホン引っかかったんですよ。わかる、わかる、じゃあ今やったらもうワイヤレスやし、そう、あ、もう最高っす、ね、最高っすよね、今時代が、今聞くのが時代が本当にいろいろ変わって、うん、僕、今事務所ホリプロコムっていう事務所に入ってるんですけど、はい、もう大先輩のバナナマンの日村さんが、はい、もうダイエットだっつってランニングするときに奥さんに隠れて500円玉をポッケに忍ばして走っていって、一回駅入って立ち食いそば食ってで、出てで、ランニングしてたら、あ、日村さんってなるじゃないですか。で、お肉屋さんに声かけられて、唐揚げ3つ食って帰ってくるんですけど、太りに行ってるやんみたいな、そういうこともあったりとかするんですけど、でだからその、やっぱこう出先でなんか食べるのってやっぱ美味しいじゃないですか、その運動もしたしっていうので、ご褒美みたいな、なんかそういうのってあったりするんですか？やっぱお酒かな、でも帰ってきてから。そうですね、帰って、でも帰ってきていきなり酒はやっぱ走った時は飲まないかもしれない。そうそう、食べ物で思い、ちょっと脱線するんですよ、話。ヒロさんの話してる、安田大サーカスの。なんすか？で、なんか、安田大サーカスのヒロさん、大きい人で、なんか芸人が、なんか、2階席かなんか、外が見えるところで、カフェかなんかでこうやって外で見てたら、ヒロさんが原茶かなんか乗ってブーンって来たらしいんですよ。で、目の前に吉野家があって、で吉野家入っていくのを見たらしくて、そこで何食うのかなってずっと見てたら、特盛の牛丼を頼んで、でそれを食ってずっと見てたらしいんですよ。でそれで原茶乗って、あ、帰るのかなと思ったらもう一回吉野家入っていったらしいですよ。はしご、はしごした、吉野家はしごしたらしい。違う吉野家に行く、違う吉野家に行って牛丼また食って出してなんなんすか、足りなかったってことですよね。だから脱線しちゃって、おかわりすりゃいいやんってことだから、なんか足りなかったんじゃない、まあ、なんか足りなかった、もうちょい食いたいと思ってもう一回入ってた。あ、そうか、そう、脱線しました。増量中ですね、増量中ですよ、確かに増量だな、松竹でこの話が、まあ、なんかちょっとありましたね、そういうのよく、すごいだな、まあ、チャームポイント、うん、酔っ払った時の笑顔し今ね、今どうなんですか、その酔ってんのか、ね、全然足りないのかって言ったら、まだもうちょっと欲しいな。結構お酒強いんですか？いや、強くはないんですけど、やっぱりすぐ酔っ払うから、それがずっと続くみたいな。コスパいいっすね、はい、そうですね、コスパいいはずだけど結構使ってる気がします。お酒に昨日も結構使っちゃいました。それあれじゃないですか、あの落とすからじゃないですか。あ、こぼしちゃう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 、つまみ系、つまみ系、なるほど。路上ですか、路上食えないみたいな。まあ確かに食えないよ、砂ついてるよみたいな。つまみってやっぱちょっとなんか湿ってるもん多いから、うん、その3秒ぐらいとか言ったって砂利ついてても無理やんって時あるから、ね、一回やっぱ拾いますよ、いけるかどうか。あ、ダメだろ。いや無理だ、無理だっていう、そどこまでやったらいきます、ちょっと払ったら増えるみたいなのも、うん、まあでもアスファルトだったらチャレンジャーチャレンジャー、砂ついてなければ、砂ついてなければね、パッパッパッって、いけないか。わかんないですね。わかんないです。じゃあ、ジョギングってどういうとこ走るんですか？いや、結構普通に景色のいい川沿いとか。ああ、いいですね。結構、はい、僕、横浜の、はい、田舎の方なんですけど、うん、川結構あるじゃないですか。ああ、そうですね。境川とか、はい、引き地が、はい、そこら辺沿いをずーっと走ってるんで、
1回で大体どのぐらいの距離、うん、10キロとか。すごい。まあ、ちゃんと走ってますね。そう10キロだったら。10キロすごいですね。10キロまあまあ。でもフル出れますもんね。だいたい10練習で走っとけば、別にフルマラソンぐらいだったらみたいな。へ、はいはい、そうなんだ。だいたい練習では10キロで始めていってみたいな。はいはいはい、俺一回ヘルニアの手術して入院してたことがあるんですけど、はいはい、それ開けてその日体大の同い年の人が知り合いにいたから、その人も毎日ランニングしてて、はい、一緒にやりましょうって言われたから。まあ、リハビリがあったら行くかと思って行って10キロ弱走ったら5キロ落ちてましたよ。体重、はい、それぞれ5キロですか。はい、汗汗汗汗そんなに5キロ汗汗すごい。そんなに水5キロ含んだスポンジみたいな状態で走ってすごいっすね。やば、超簡単に減量できそうじゃないですか。運動しないの。全くしないです。最近ちょっとさすがにせなあかんなと思ってますけど、僕らは10キロ走っても全然なんか500グラムぐらいとかしか使わない。まあまあちょっと扱い、まあね、ちょっと扱いた分ぐらい。500グラム、僕あのデブなんですよ。だからそれ俺なかなかこう気痩せするタイプなんで。まあねまあね、はい、確かに。俺今もう90超えてるんで体重。おお。めちゃめちゃデブなんですけど、あの500グラムなんて誤差です。飯抜いたら。あのいやマジで2、3キロ誤差っす。1日で全然変わります。2、3キロ差すごいですね。でも90キロって僕思うんですけど、体重ある人ってその体をこう支えた、ただちょっと走ったりしても大丈夫なんですよね。じゃあそれで5キロ減ります。90キロ その体重を支えるこの足ってすげえ強靭だなって思って。いやでもそれのせいで僕ヘルニア屋になったんで。ヘルニア屋、ヘルニア屋さんで。ヘルニア屋さんだった。痩せたらすごいっすよね。だからまあそうですね、凄まじいことやります。もう30も超えてなかなか大したもんね。まあね、痩せにくくなっていくんでしょうけど。いやリーダー、そのリーダーリーダーしっくりますね。リーダーかなと思って。もうリーダーあれなんかその曲とかってその元々バンドですよね。あ、まあ、はいはいはい。なんか何系だったんですか。まあパンク寄りなポップスみたいなバンドですね。それもボーカルとしてやられてたんですか。いや違う、ギター弾いたんです。え、こんなにいい声を。確かにギターを弾かせていただいて、今でも今はもうあのバンドは僕抜けちゃって、一応バンドも休止なのかな。いや解散、まあ、解散はしてないから、はい。まあ、ちょっと今は音楽活動はあんまりたまに頼まれて、あの本当に、はい、サポートみたいな感じでやらせていただくことあるんです。本当になんかリリー・フランキーみたいですもんね。確かに結構言われて、超なんか恐縮ですみたいな。たまに言われそうな。かっこいいですもんね。かっこいい初対面の人とかには結構言われて、いやいやいや、お恐縮です。声とかも。いいなぁ、声が。嬉しい。嬉しいこと。嬉しいですね。あ、そうだ。嬉しかったことも。リリー・フランキー。嬉しかったこと多いですよね。リリー・フランキーの味を。ってことあんまないけど。いや、でもそれ最高じゃないですか。俺、理想っすよ。俺、もうムカつくことしかないですもん。人生芸人ってそうやんね。だからね、ちょっとばっかりですもん。イライラしちゃうよね、芸人やってると。細かいですよ。細かいことにイライラしてもんって。あの電車ってやっぱみんな角っこ好きじゃないですか。まあね。それだから空いてるとこ狙って角っこ座るんですけど、角っこのそのなんていうんですか、扉のこの端っこの方に立ってる人いるでしょ。うん、であそこも僕好きでよく立つんですけど、そのなんか座ってるやつの方向いて立ってるやついるでしょ。あ、座席向かって、こっち向かってってこと。座席に背中向けるんじゃなくて、その座ってるやつの方向いて、その立ってるやついるじゃないですか。あれどういう神経してるの。ああ、なんなんすね。言っちゃえばこういうことや。そうそう、手すりがこうなってるよね。スマホとか見てると全部見えてる。知り合いやね。見られてる的な。一緒に飲んでるやん、この距離。あるね、あるある、いるいる、それいる。めっちゃムカつくんですよ。いるね。こうやって見ちゃうんです。いや、見るんですけど、見るんですけど、もうだからそういうやつはこっちのことなんか気にせず行かないんで、無敵なんですよ。移動したりしちゃうもんね。もしこっち、はい、まあ、目の前が端で空いてたら端に移動したりでもなんかこう、今度こっちの扉が開くってなったら誰に気遣ってんか知らんけど、こっち来たりするでしょ。あ腹立つ、何やねんこれ。なんか抜けてるポイントとしたらそこのみみたいな、はい、その人からしたら。そう、だからこういうことばっかり思ってますよ。あ、まあでも電車内はそうっすね。そうなんかそういうなんか
こうフラストレーションが生まれやすい場所ですよね。腹立つマジで。人間いっぱい詰め込みすぎですからね。基本的に、ね、詰め込まれてるからちょっとまあそういう。あんなにいっぱい人入るもんじゃないですもんね。そう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 。確かに。まあ、あの秘密嫌ですってことなんですか。ちょっとそれ言えなかったんですよ。なんかこう今たっぷり時間あったら言えますみたいな秘密ってあったりとかするんですか。なければ全然いいですけど、ね、難しいですよね、ポンと秘密って、うん、秘密にしてるってことは基本的に言いたくないことです。そうです言いたくないことを今からこうやって探していって、はい、言えることを探し出すのはやっぱ5秒じゃちょっと難しいですね。あ、まあ、5秒ですね。僕らがさっき出したらいいんですかね、こういうのっていうの。僕らの秘密、はい、ボイン、ボインの秘密じゃない全然言っちゃってもんね。お客さんいっぱいおっても言えるむしろその方がテンション上がるいる方が言っちゃうよ、ね、全然秘密じゃない、全然余計なこと言っちゃうからね、人おったらあんまだから芸人って秘密秘密がね、うん、なんか3ヶ月ぐらい前に僕うずらの卵ぐらいのうんこ漏らしたんですけどやっぱもういたな漏らした、はい、どこであのバイトで夜勤やってて休憩の時にあの神田川が近くに流れてるからよくそこまで歩いていくんですけど、うん、で神田川見てたらちょっと肌寒い日で、うん、寒いなと思ったらだんだんこうトイレ行きたくなってきて、間にどこもトイレするとこないから、うんでもう我慢して我慢してやっとこのバイト先に着いたってなってエレベーターで8階まで上がるんですけど、うん、1階にエレベーターあってうわ助かったと思ってエレベーター乗り込んでホッとした瞬間に上に向かう G でうずらがポンってポンって痛い痛い痛い G に持ってかれて最悪やうんちだけ G に引っ張られて上田からそう連れて行かれて中身だけ中身だけどこっちG って面白いですけど面白いですけど相当悲劇です相当ねラストの質問いきますか、はい、目標減量っていうことなんですけど、いやもうちょっと先にちょっと話したら、まあそうですね、ジョギングの時にちょっと話しましたけど、目標体現行の体重と目標体重みたいなの言えたりするんですか。そうですね、今60なんか結構あるって62ぐらい全然軽いじゃん全然軽いだから本当この3、4年前までは50いっても9とかぐらいだったから、ちょっとなんでこんな別にそんなに食生活も変えてないし、うん、同じように飲み続けてるんですけど、あれって。でもなんかイメージですけど、こうリーダーもう食生活とかあんま気にしなくても全然太りませんみたいな体質な人っぽい、うんだと思ってたんですよね。でもそれがちょっと最近急に あれですよね。でなんかこう1キロ2キロとか増えたらなんかジョギングとかも重たいですよ、重たいですよ、すっげえ重たい、ちょっとなんかあれみたいな、本当に重たいからなんかちょっとしんどくなっちゃったりとか、そうなんか前もうちょっといけたのになみたいなのが出ますよね。そうなんですよ、本年度はちょっとそこかなみたいな、なるほど、真面目なお話になってしまいますけど、いやいやもうごめんなさい、直前にうずらの話しちゃったから痩せたんじゃん、それでちょっといやでもね、5キロ痩せた、いやでもその5キロまだ残ってるんで、だからその後に出した本ちゃんで1キロぐらいは落ちます1回排出して1キロってすごいですよ。あ、でもありますよ、ね、そんなに落ちませんよね、そんな落ちない、食いすぎなんだ。あ、まあね、なんかね、食べるの好きそうやもんね、上田君。まあそうっす、うん、家ってのは引きこもりなんで、僕、基本的にそうです、漫画と VTuber みたいな、ね、そうそうそう、ほんまにだから引きこもり、おかんに言われました、お前分かる引きこもりやって中学の時元気な、俺って引きこもりなのかな、みたいな感じでもあんまり思ったことなかったんですけど、うん、あ、確かにと思いました、明るい人お前分かる引きこもりやったはい、いやそうですね、そうですね、いろいろちょっとお話お伺いしましたけど、はい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 、なんか告知とかありますか。告知ですか、はい、まあいろいろやってるんですけどサクッと出ないから、はい、まあ人宅でなんかツイッターとかフォローしていただけると嬉しいです。そうですね、お願いします。アルファベット JINTAKU で人宅さん、そうそうですね、はい、間に星が入る、はい、星が入るな、星入れて人宅って、人星宅で、はい、多分リーダーで検索したらリーダーだリーダーちょっと色出ちゃうね、ダチョウ倶楽部のリーダーそう上司さんとかで、そうそうそう全然違う、全然いっぱい出てきてるいっぱい出てきてる恐れ多い、はい、お調べいただければと思います。はい、はい、ということで、はい、いろいろ貴重なお話、はい、お話いただきましたけれども、はい、今週はこのあたりで、はい、はい、
締めてどうやってやってましたっけ、いつも。どうしたんやけど。おにゃまー。前回京都、今回と。そうですね。はい。本日のおねだり上田のお祝いマーク、ゲストは陣拓さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。